こんばんは。いつもブログを訪問してくださってありがとうございます。リコネクション、ソウルリーディングエナリトリートを主催しているチェックスです。今日はちょっと皆さんに、じゃん、世界は振動でできているっていうお話をちょっとしたいと思います。聞いてくださいね。私たちのこの世界をどんどんミクロの領域までね、細かく進んでいくと、もうすべて振動だけでできているっていうふうに言われています。面白いですね。それは振動とか、周波数とか波動とかもとか言われているそうなんですけれども、その振動数の違いで物質だったり見えない空気だったりいろいろしている。例えば、これは氷の状態、物質の状態ですね。この物質の状態が振動数が変わると水になり、それからさらに温められて雲や霧になっていく。これも振動数の違いなだけです。で、その他にも例えば音や言葉とか、それから文字なんかもこの振動でできているそうです。それからそれだけじゃなくて、感情とか思考なんかも振動でできている、波動でできている。だから、その波動が高いとかいう状態にあるとすごくいい状態だってよく言われますね。そして私は、リコネクティブヒーリングやリコネクションっていうのを提供しているんですけれども、これも波動なんですね。で、これは25年ほど前に地球に、リック・パールさんを通してもたらされたって言われていて、いろんな研究がこう進んでいくと、この波動は時間や空間を超えた源、この世界の外からもたらされているんだろうなって言われています。そしてね、リコネクションというのは、この源の波動を使って、その人が、常にこの波動を受け取っている状態にデザインするものなんですけれども、そうするとどうなっていくかっていうとね、例えば誰もがこういう重たい感じの、感情とか、ちょっと憂鬱な気分や、すごいこう落ち込んだりとかあるけれども、それがやってきたとしても、こうずっと一本こう自分が源の波動の状態にあると、だんだんにこの波動は徐々に徐々に時間をかかるけれども、ここに同期していく、あるいはシンクロしていくっていうふうに言われています。それだけでなくね、この源の波動には光や情報、エネルギーっていうものも含まれているので、徐々に徐々にその人が本来の、自分自身とかを思い出していく、あるいはその H の情報を受け取っていくというふうに、言われています。まあ、私は自分の体験から思うんですけれども、今朝の、ブログで紹介した方なんかもね、だんだんにその、他人のなんかエネルギーの影響を受けなくなっていくっていうおっしゃってましたね。で、いつか皆さんも、この源の周波数、リコネクティブ周波数をこう受け取って体験する機会があったらいいかなと思いまして、ちょっとご紹介しました。またブログに遊びに来てくださいね。ありがとうございました。